山下樹君日本共産党を代表して、放送法改定案に対する反対討論を行います。NHK による常時同時配信については、その影響がさまざまな分野に及ぶため、総務省は2015年に放送をめぐる諸課題検討会を設置し、NHK、民放、有識者、総務省などで、常時同時配信によりどのような公共的価値が発揮されるのか、民放やローカル局への影響と連携。 受信料制度のあり方などについて検討が重ねられてきたものです。しかし、2017年、当時、高市総務大臣が現段階では議論が十分に煮詰まっていないとして、据え置き状態となっていたものを、2018年1月、安倍首相が推進の意向を強く示し、さまざまな課題に解決の道がつかないままに、規制改革推進会議に載せられ、 常時同時配信実施ありきの流れが作られたものであります。その結果、受信料をどう考えるのか、今後、民放のキー局が NHK 同様にネットで番組を流すようになれば、地方、民放地方局のビジネスモデルが壊れることになるのではないかなどなど、肝心の問題が今後の課題として先送りされています。地方向けの放送について、現行放送法は義務規定であるにもかかわらず、本法案は努力するとしているだけで、 結果、地方の視聴者は、中央、東京発の番組だけを配信されます。また、ネット配信に伴って、新たな著作権処理が問題となりますが、権利者団体等とは、権利処理の、権利処理ルールについての協議を始めたにすぎません。民放局への影響や、番組制作費の増大は明らかですが、その結果、番組の質の低下や、番組作りを担う労働者への待遇が、 引き下げられることがあってはなりませんこれらの課題は公共放送として果たすべき役割にも深く関わっており、NHK と民放の二元体制による放送の規律を維持していく上でも重要な課題であり、それらの解決を先送りして、国民、視聴者を置き去りにするやり方は到底容認できるものではありません。東京オリンピックまでにというスケジュールありきではなく、こうした重要課題の解決について、関係者はもちろん、 国民的納得得と合意を得た上でで実施すすべきでありますさらに、本法案は NHK が作成する実施基準に、常時同時配信事業に関する業務範囲、費用などを追加させて、総務大臣が認可するものとなっています。総務大臣が認可を下すにあたっての判断基準については、省令改正としており、政府関与の強化、恣意的・政治的な利用にもつながりかねないとの懸念は払拭できません。 NHK の公共性は、これまで以上に大きな意義を持つことになります。政府から独立した第三者機関による監督規律の確保など、新たな体制の確立が求められています。最後に、このような問題があるにもかかわらず、本委員会で参考人質疑も行わず、行わずたった3時間半程度の質疑だけで採決することは、党委員会の役割を果たす上で有意識問題であることも指摘し、反対討論といたします。 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。放送法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、江崎君から発言を求められておりますので、これを許します。